そうですか。もうだいぶ横の動きできなくなってるんで。そうですね。はい。2人のコンビ、さあ14番の佐藤久人が行きます。まあ、佐藤久人の14番というのはちょっと馴染みがありません。そうなんですよね。はい、7番の前はと和樹であります。かかとを使った落としからプレーを続けさせる家元主審、うん、音入れ替わったぞ。敬吾行く、敬吾のラストパス、チャンス高木田、続きをかわして左足、一本勝負となっております。さあ、いいプレス、慶吾がいいプレス、この人がですからプレッシャーをかけるスイッチを入れてます。速いクロスボール、追いついた、右足で幕を捉えた。いや、プレッシャー早いな。はい、うん、素晴らしい。梅ちゃんが落とした、ワンタッチで前に入れます。勝負を挑んでいきます。高高いく、高い、梅ちゃんが入ってきた。おー、はい、さあウィナーズ行っていいんじゃないですか、行っていいんじゃないですか、これはプレッシャーに行った、行った、取れるか、行った、行った、行った、効く力を奪った。強奪、切り返し打てるかな、パスにして梅ちゃんが来た。お、ね、ここプレッシャーね、すっごいいいんですよこれ。慶吾選手ですね。慶吾はやっぱりうまいな、ここね、慌てずにね、はい、パス出して。